を披露したんですけれども、ちょっと大人っぽい雰囲気をイメージしてダンスを踊りました。はい、なんかあの前のけいちゃんを知ってる見ている方は、あれけいちゃんめちゃくちゃ元気系だったのに、なんかすごい女の子らしい、なんていうの、この大人っぽいね、けいちゃんに成長したなーって思ってるんじゃないでしょうか。皆さん、あの感想コメントお待ちしております。お待ちしてます。あとこの曲にしたきっかけも聞いていいですか。はい、私はもともと日本のアイドルの振り付けとかが得意で、今あきこも言ってくれたように、あのパワフルなダンスが得意だったんですけれども、私も4年ぶりに復活したということで、以前の私とは4年時を経て、さらに大人っぽく女性っぽくなったのを意識して、サビ以外は以前のパワフルさを意識した自分のオリジナルパフォーマンスで、サビの部分は本家のアイズワンさんが踊っていたフィエスタの振りそのまま女性らしく踊ることを意識しました。組み手成長したねってコメントが多いです。ケイちゃんって呼ばれてることが多いんですけど、あのクミティーって言われたら金組のクとミュのミュを合わせてクミティーって呼ばれて、クミティーがなんか響きでついてきたクミティーさんと楽しんでいただいてありがとうございます。嬉しいです。どんどん成長したっていうコメントがいっぱい来てますけど、ちょっと4年前の私も見てくださってる方がいっぱいいたという事実に驚いております。ありがとうございます。はい、ジャミーありがとう。はい、ありがとうございました。来週から次のインスタライブでもヴィーナスのメンバーのソロダンスがありますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、はい、そして次のコーナーに参ります。次はヴィーナスニュース。イエーイ。はい、開幕の翌日からインスタライブでは毎回ヴィーナスだけのここだけ情報、ヴィーナスニュースを紹介しています。早速本日4月2日のヴィーナスニュースは、妖怪イニング間で披露するセレブレイトについてです。このセレブレイトはヴィーナス伝統で毎年披露されているナンバーになっています。たくさん東京ドームに足を運んでてくださる方は聞き覚えがあるナンバーになっていますでしょうか、はい、いるのではないでしょうか。そこにも注目してご覧ください。はい、ヴィーナスの4回で踊ってるダンスですね。
一斉にフリップオープン。くれたので私も元気に頑張りたいと思います。よろしくお願いします。
思います。はい、はい、ミサ早速いいですか、はい、では私から紹介していきたいと思います。お願いします。私のサインはこちらです。じゃじゃーん、かわいい、かわいいな、うんうん、ポイントなんですけど、うん、私は、まあ、今年はあのミュウちゃんだったりミュウちゃんがいるので、もう私だと一発で分かるように、うんうん、名字もここに佐藤って入ってるんですよ。本当だ、名字まで入ってる人なかなかいないですよね、うん、分かるので、もうこれ一発で分かっていただけたらなと思うのと、うん、あとはキラキラスマイルで頑張りたいと思っているので、うん、キラキラマークとニコちゃんマークが入っています。素敵、はい、これを見て私のことを思い出してください。思い出した思い出した。さっきも言ったと思うけど、佐藤の S とミユの S で、ミサです。うん、ミサっていうのがミサミユさんなので、それを覚えてね、見ていただけたらなっていうふうに思います。はい、じゃあすいませんね、もう早速ですが、もうメンバーのどんどん入れていきたいと思います。私が聞かせていただきます。いいですか、いきますね。はい、誰かな、これララってカタカナで書いてあるんですけど、わかりますか、見える、あ、本当だ、そう、ここに楽しい楽しいなんだけど、ちゃんとカタカナでララって、そう、これが隠れてるので、もう皆さんお気づきかとは思うんですけれど、新メンバーはよくここを見といてください。初めて気づきました。初めて気づいたの、うん、あとこのラッキーガールっていうことで、この幸運を運びますっていう、このニコちゃんにその楽しい楽しいからつなげてるっていうのがすごい、深いですね。深いですか、深いですか、でもミサの深かったよ、そうですよ、嬉しい。ということで、はい、次のメンバーの紹介していきたいと思います。はい、じゃあ、それではね、お願いします。誰かな、誰かな、誰かな、昨日もね、勝利でしたけど、勝利しました、うん、今年、あ、今日
んを勝って5連勝5連勝して、はい、頑張っていきたいと思いますので応援を全力で頑張りましょ う、はい、最後はこの言葉で締めたいと思いますが用意はいいですか？大丈夫ですか？用意はいいですか？それではいきますよ、レッツゴー。